んにちは、こんばんは、サレノです。今回の動画はこちら、モフト1秒でパソコンスタンドに多機能キャリーケースをレビューしていきたいと思います。こちらはですね、このモフトさんからご提供いただきました。まあでもですね、提供動画に関しては私、いいところも悪いところも全部素直に喋りますって撮り直しはしませんって言って、それでもいいですよって言ってくださった企業さんのみ受け付けておりますので、今回こちらのね、1秒でパソコンスタンドになるというケースも非常に楽しみです。この条件をさ、いいって言ってくれるってことは、それだけ自信のあるメーカーさんってことだからね、ワクワクです。では早速開けていきましょう。どんな感じで入ってるんだろう。結構コンパクトそうだけども、お、わあ、え、すごい、思ったより薄くないですか。あ、しかも 315g って聞いてたんですけど、なんか持った感じは全然軽いかも。色はたくさんあったんですけど、私はこちらのスモークターコイズという色にしてみました。ターコイズブルーすごく好きなんですよね。かわいい。名前の通りちょっとスモークがかってて、あっ、すっごい柔らかいんだけど、なんか思ってた質感とかと違った。いつも使っているノートパソコンの14インチに合わせてサイズもお願いしました。まず先に全体を見てもらおう。こんな感じです。ここはなんかちょっと柔らかめの素材になってます。こういう触ると音が鳴る素材、なんか柔らかい、ジャージじゃないけど変わった素材でできてます。あ、で中に何か入ってる、かわいい、メッセージカードが入ってました。あと説明書きというか案内書きみたいな紙が1枚です。他には何もなくてこんな感じ。使い方も先ほどの梱包されていた箱に書いてあるのみみたいです。もうこれで使えばわかるってことなのかな。じゃあ早速使ってみようか。はい、ということで、いつも使っているこちら、私のノートパソコン。私はノートパソコンを選ぶときにとにかく重さを重視しているんです。ノートパソコンは仕事上絶対持ち歩きたいけど、機内持ち込みできる荷物しか持ち歩かないというポリシーがあるので、常に持っているからこそノートパソコンの重さってかなり重要なんですよね。で、ちなみにこのノートパソコンに関しても単体で 1kg を切っています。なかなかないんですよね、1キロ切るノートパソコンで、それなりのスペックのやつって。軽くて性能のいいノートパソコン、次は何が心配になるかっていうと、壊れやすいのよ壊れやすいのか、壊れるようなところに持ち歩いちゃってるのか、どっちのせいかは疑問なんだけど、この子もね、若干ガタが来ているところもあるので、こういうパソコンケースはいいのがあったら使いたいなとすごく思っていたんです。で、まず普段ノートパソコンを持ち歩く状態だとこんな風になるみたいです。私のノートパソコンそこそこ薄い方だと思いますけど、ここに隙間が空いているので、まあいろんな厚みのノートパソコンにも対応ができる感じなんですかね。はっきり言って空いているので、雨よけとか水没対策としてケースを使いたいっていう方は不安というか無理だなって思いました。で、まあノートパソコンの厚みにもよるんでしょうけど、このぐらいのノートパソコンであれば、さっき触ってたこの素材が違う部分が柔らかくなっているので、この中の仕切りよりこっち側のスペースに、例えばこんな感じの、これはね、撮影用のカメラのバッテリーなのでパソコンと一緒に保管はしないんだけど、これぐらいのものだったらここにこんな感じで入れて持ち運ぶこともできるみたいですすごい、なんかこんな感じでね、ここがスペースになるみたいですね。え、これさ、どこまで入るんだろう。絶対無理だと思うけど、私がノートパソコンと一緒に持ち歩いてるものって言ったらマウスなんだけど、待って、すごい、マウス入りましたでもさ、こんななんか形くっきりマウスが浮かび上がっちゃってて、どうなんだろう、パソコン圧迫してないかな、大丈夫なのかな。こんな厚みで入るんだったら、もうちょっとさ、 Mac の薄いマウスの方とか、充電用のケーブルとか、あとイヤホンとかは楽々入りますね。
あったよ、私が持ってるかなっていうので言えば、会議の音質が良くなるようにマイクとか、あとねこちらもオンライン会議用のイヤホンとかいやそんなにノートパソコンと一緒に入ってなくてもいいけど、このあたりも、あ、入りますね。おー、こんな感じで入れて、はい、すごい無理してる。特にこのマウスがすごくパンパンでかわいそうだけど、一応こんな感じで入れることができます。で、かわいそうな使い方はさておき、本来の1秒で組み立てられるパソコンスタンドとしては、じゃあ本当に1秒で組み立てられるかやってみましょうか。これが、ここが開いて、こう、え、これでいいのかな、本当に。でもこれでいいっぽいわ。これが15度の構えらしいです。あ、確かに安定してるかも。すごい簡単に組み立てることができました。実はですね、これが今使っている新しいパソコンなんですけど、その前がね、こちらのグラムというノートパソコンを使っていて、その時はこれをね別で購入して使っていたんです。このパソコンスタンドも本当にもうここにぴったり粘着質なテープでくっつけてグラグラせずに使えるので、軽いし手間がないしすごくいいなっていう風に思ってたんですけど、どうしてもやっぱりこの背面にくっつけるタイプなので、今使っているこのノートパソコンみたいに、もともとちょっと高さが出ているようなノートパソコンとか、この熱を逃がすための穴がね開いているタイプのノートパソコンだと使えないなと思って断念してたんです。だからさ、もうこのキーボードに高さがないのが疲れちゃって疲れちゃってしょうがなかったんだけど、え、これめっちゃいいかもしれない。高さを出すこともできるみたいです。高さを出す場合はここの部分を内側に折り込んだらいいみたいです。これだと25度になるみたいなんですけど、しっかりこの前の部分で押さえてくれているし、ここの作れがすごくしっかりしているので、やっぱりタイピングもしやすいなと思います。正直数字を聞いて想像していたより軽かったし、高さの付き具合もすごくちょうどよくて扱いやすいなって思いました。先にねこちらの製品実際に使ってみてどんな雰囲気なのか見ていただいたんですけど、 MOFT というのがモバイルオフィスフォートラベルズっていうことで、旅行者のためのモバイルオフィスをテーマにいろいろ製品を作っているそうです。効率性とシンプルさを追い求めて、リモートワーク時代の革新的なブランドと言われているそうです。だからね、実はこの多機能キャリーケースよりもスマホケースを使っている方は旅仲間の中でもちょこちょこ見かけていたんです。で、今回もモフトさんからはスマホのケースどうですかみたいな感じで言っていただいていたんですけど、私がね使っているスマホが3面のスマホでもうねすごい奮発して買っちゃった、すごくお気に入りのスマートフォンなんですよ。だからモフトさんが提案しているスタンドとちょっと規格が合わなそうで、パソコンケースだったら使ってみたいかもしれませんって言って、今回ねこちらを使わせていただいたんですが、想像以上に良かった。今回私が使わせていただいたのが14インチなんですが、16インチも展開してあります。で、こちらが2023年に新しく出たスモークターコイズというカラーなんですけど、この2023年のスモークシリーズで言うとサンドベージュとミスティグレー、もともと出ていたクラシックな色合いシリーズで言うとナイトブラック、シエナブラウン、クラシックヌード、ディープブルーの4色があるので合計7色展開となっています。まあクラシックシリーズはクラシックシリーズで、それが人気だったからこのスモークシリーズが出ているわけだから、扱いやすそうな色合いだなと思います。ただこのスモークシリーズはスモークシリーズで、なんかパソコンと馴染むというか落ち着きそうな色合いだし、ターコイズ可愛いなと思ってこれにしました。色によって金額の差はなくって、こちらの14インチの場合は税込みで8480円、16インチの場合は9480円です。まあ、なのでね、がっつり選ぶときは好きな色を選んじゃったらいいんじゃないかなと思います。はい、ということでこちらはモルトの1秒でパソコンスタンドに多機能キャリーケースを使ってみました。どうでしょう、この製品のらしさというか、少しでもイメージが伝わっていると嬉しいなと思います。しかもなんか私これ結構好きだわ
これからパッキング動画とかで登場しちゃうかも。ぜひね、本当に気に入ったんだなって温かい目で見ていただければと思います。ということで、最後まで見てくださってありがとうございました。少しでも参考になったよっていう方はグッドボタンやコメントなどで反応もらえると励みになります。このチャンネルは一人旅が大好きすぎて1年の半分以上旅する暮らし方をしている私の一人旅チャンネルです。旅に役立つ情報やホテルレビュー、旅の Vlog などを上げていきますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ではでは。本当に想像以上に良かったんだけど、これでノートパソコンの寿命伸びるかな。嬉しい。いい商品と出会えました。